義母先生2義母先生をご覧の皆さん、ハイサイハイサイ、はい、さあ今週は、アハ節を、練習している方のための動画をちょっと、お届けします。今ね演奏だけの動画も、出してますけども、この今回ね、このアハ節を、演奏してみました。まあ、いろんな三振をやりたい方が最初に練習する曲としておすすめしている曲ですね。まあ、民謡なんかでね、試験を受ける方は新人賞の課題曲になったりする曲がこのアハ節という曲でもあります。そうですね、まあ、いろんなその練習曲、課題のね導入の曲あるんですけども、私もこの曲おすすめしてます。なぜかと言いますと、ちゃんと理由がありまして、こう三振のですねメロディーと借り主の足指、あの歌のメロディーと三振のメロディーが、まあ、ほとんど同じ旋律でできている曲なんですね。当たり前じゃんと思った方いると思いますけども、実はですね沖縄の歌は三振の音と歌のメロディーが違う歌って結構多いんですね。でもこの曲の場合は三振と歌がこう同じように、同じメロディーで進んでいく、ところが多い曲として、非常にこう、おすすめの最初にやる曲、練習曲としてやっております。まあ、いろんなねポイントあるんですけども、まあ、基本的にはねそのクンクンシーという譜面の、通りにやってみてください。そして、まあ、その練習していく中でちょっとこの間違いやすいというかね、引っ張られやすい、よくやってしまいがちなその悪い例みたいなところもありますんで、そこもちょっとだけ説明しましょう。はい、これ見えますかね、この最後の部分の、カラーヤーのこの部分ね、カラーヤー、このオツと4の、三振のに対して、オツとオツの歌ですね。三振がオツ4アイって弾いてるに対して、歌はオツオツアイなんですね。ここ結構歌に飲まれて、カラーアーアーヤーロー4アイ、あ、オツ4アイの、三振に音が引っ張られてしまって歌う方が非常に多いです。私も子供たちに教えたりしてるんですけど、子供たちも、この三振のカラーアーヤーカラーアーアーヤー、三振の音にちょっとね引っ張られて、音程も4まで上がってしまう方が多いんですけど、ここはカラーアーアーヤーオツオツアイですね。その音程だけ、そこだけ結構気をつけてやってみると、また歌良くなりますんでやってみてください。歌の歌詞も少し説明しましょう。歌詞は、かりうしぬあしび、うちはりきからや、ゆぬあきりてだぬあがるまでんという歌詞で始まることが多いと思いますけど、まあ、この歌詞は非常にこう、他の流歌でもたくさん使われる、めでたい席の歌詞ですね。そして、アハ節の本歌は実は3番で歌ってます、アハヌマハンタヤ、という、ね、歌詞ですね。この歌詞も、今日歌ってみましたけども、アハというね、沖縄本島の北部の集落の土地褒めの歌詞なんかが歌われております。1番ね、このカリウシ、そしてユヌアキティ2番まで歌えるようになったら、アハヌマハンタヤ、そして4番のウクヌマチシタという歌詞までありますんで、その4番までねぜひ、トライしてみてください。さあ、今日はアハ節というね、沖縄の民謡の最初に、おすすめしている練習曲を紹介してみました。義母先生でした。また来週。